聞いたら損する。皆さん、今日で FM 宜野湾は最終回になります。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。卒業。これから我々は YouTuber として生きていきます。ちょっとね、椅子のことについて皆さん知らなさすぎる。椅子、今座ってる椅子、僕たちの相棒ですからね、椅子って年間何客ぐらい作られてるか知ってますか？世界中で。世界中で。これはあるの？水平思考クイズ。フェルミ推定ですね。人口が、60億ぐらいにいるでしょ。一人4客ぐらい持ってるから。4客持ってますよ。どんだけ贅沢なんですか。職場で一式。車。職場、あ、家、車もシートもあるの？シートも椅子です。ということはやっぱりあるよ。4客ぐらいあるよ。じゃあということは240億客。毎年4客買う？そこにあれですね、あの耐久年数。耐久年数入る、はい。それどうかけるの？どう係数かけるの？答えいきますよ。1億7000万客。なんだよ。ちょっと少ねえじゃん。もっと作れ。そこで盛り上がりすぎて、この話次に行けないから。1億、ここですごいって言ってもらわないんだけど、1億7000万客ぐらい推定で作られているそうです。でね、僕ら日本人が日常的に椅子を使うようになったのはいつからでしょうか。そうなんですよね。椅子って西洋のものですもんね、基本的に。多分明治入ってからじゃないかなって思ったけど、ほら、あれじゃないですか、戦国武将とかも座ってる、座ってますよね、あれは椅子換算、椅子あれも椅子換算、椅子換算、そしたら結構こう、あの原始時代とか石の上に座ってた、それは椅子換算じゃない、それは椅子じゃない、それは椅子じゃない、ちょっと定義ちゃんとしてもらって、いや、椅子デザインされたものです、デザインされたものです、座るものとして椅子として目的を持って作られたもの、切り株とか椅子じゃないから。切り株じゃない。じゃない。ちょっと近くなるね。そうですね。ちょっと近くなりました。ちょっと待って。なんだろう。でも言ったらね、武将がね、大将がなんか椅子に座ってそうだから、戦国時代はもうありそうだよね。ありますね。日常的にですよ。日本人が日常的に使うようになったのだよ。武将は特別だし、あ、武将特別だ、特別だし、まあまあ椅子に座ってない武将も日常めっちゃ話の腰折ってるね。日常的には畳の上とか座ってる。あ、なるほどなるほど。じゃあもうちょいもうちょい、そうですね。でも明治期じゃないですか。もう先を急いでいいですか。はい、ですね、50年ぐらい前からです。お、意外と明治はまだですか。あの、ハイカラのものとして扱われており、うん、戦争に負けてからです普及したの。なるほど。あ、そうなんだ。そうで、それで西洋文化入ってきたんですけども、うん、これまで僕らは座るということに慣れてないんですよ、うん、というか人間工学的に座るという体の構造になっていない。なるほど。でも座ったら楽に感じるじゃないですか、うん、なぜか。なぜだ。わかった。なんか脳内麻薬的なやつが出てんだ、お尻に。違います。することで違う、うん、全然普通に違うんだけど、あの、足が体の3分の1ぐらいを占めてて、そこが、負担がなくなるから、なるほど、そう、軽く効率的なんだ、うん、ちょっと。で、あと足の裏って接地面積が少ないじゃないですか、うん、で座ったらお尻から太ももにかけて、あるいはこの背もたれにかけてこう支えられるから楽を感じるんだけども、うん、安定してる感じがする。だけども座り方って知ってます？座り方、椅子の座り方、これね、ほとんどの人が間違えてるそうです。正しいのがあるってことね、逆に言うと。へえ、なんだろう、座り方。けども、あ、パソコンの仕事してる時に時間が経っていくうちにちょっとずつ下に降りてって、最終的にはこうなる、こうなる、これが完成、これが完成形の表現。こうなる、こうなるってラジオで、まあ、だれる感じね。違います。これが一番悪しき座り方です。もしくは背もたれはあるけど本当は使わない。そうですね。面接、こうね、面接でやる、こう、うん、要はあの、なんていうのかな、お尻で体重を支えるようにする。うん、違います。違うんだ。真逆です。真逆です。背もたれに
ちゃんと背中をくっつけるです。でお尻が背もたれにくっつくぐらい深く座ってで完全につくぐらいで、そうすると立ってる状態と同じように S 字を描くそうで、でこの状態が内臓に一番負担が少ない。だから椅子ってちょっとカーブがかかってるんですか。そうそう、最近の椅子とかは、まあ、あのちょっとねこう凹凸を作ったりとか、うんうん、ゲーミングチェアとかそうなってたりとかするのは、うん、長時間座れるようにするため。じゃあもう小学校とか中学校の椅子はもう悪です、ね。まあ最悪だね。あれで6時間座らされて、うん、本当恐ろしい。あれこうやってガタ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 せざるを得ないそうなんだ。そうで、椅子にはですね実は3つの役割というのがありましてね、うん、形態的役割、機能的役割、肉体補助の役割と3つあるんですけど、うん、この形態的役割っていうのが最近まで僕らが椅子を使わなかった理由なんですけど、さっき武将って出てきたね。武将、はい、武将が椅子に座るのはなぜか。これは形態的役割なんですね。形態的役割、そう、武将がこう椅子に座ってわははってやってる時、こう下々はどうしてますか。ひれ伏してます。ひれ伏してます。図が高いってなるでしょ、うん、同じ座ってるけど図の高さを変えるという効果があるんですね。そういう、こうデザイン的な意味合いっていうの、うんうんうん、で椅子自体がゴージャスとか、うん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 、ありますねイメージは。この間もあれがあったじゃないですか、天皇の即位、はいはい、の儀式があったじゃないですか、うん、あそこで使われてる椅子がもうゴージャス、うんうん、でそうやって権威を 表現するというのがあったため、うん、庶民は座ってはいけない、うん、というこう格式が上だから我々は地べたりっていうのが根付いてしまい、50年ぐらいかかった、うん、ここ50年でやっと僕らは座れるようになったと思いますね、うん、で、肉体補助の役割が、まあ、さっき話したこの S 字とかなんですけど、うんうん、機能的役割っていうのがあってね、会社の椅子ってどんななってます。クッション一人一人違う。いや、まあ、2パターンぐらいですよね、オフロードで。首があって、一緒か。いや、違う。全然違います。全然違う。ああいう、こう、ジムとして働く用の椅子っていうのは、それ用にデザインされているけど、うん、こういう、なんだろう、会議室とかで使われているものとか、うん、カフェとかで使われているようなやつとかっていうのは、そのカフェとして使われるっていうふうにデザインされているもの。うん、例えば、リラックスしすぎる椅子っていうのは、ファーストフードが使われないとかね、うんうんうん、っていうそういう役割がそれぞれあるんですって。ロッキングチェアとか、なんか、うんうん、車の椅子とか、最近の車の椅子でドイツ製ってすごいらしいですね。そうなんだ。座席のこの深さ、今この、座面があるじゃないですか、座ってる座面、うんうんうん、これも、最適な位置というのがあって、深く座った時に、足の膝の裏があるじゃないですか、うんうん、これが拳1個分ぐらい空いてる方がいいそうなんですよ。拳1個半だったかな、うん、でくっついたらダメなんだって。くっついちゃうとここが圧迫されて、うん、血流が悪くなってしまい、エコノミー症候群になる。あ、なるほど。ここがちょっと空いてた方がいい。でも車の座席って動かせないじゃない、うん、でも最近のドイツの車はそこが動かせるんだって、座面の面積を変えられるとかっていう風に、こう座ってて楽になるというポジショニングを結構今も、必死に取り組まれていてですね、うん、研究されてるというか研究されていて、ですね、これデザインをやってた人は分かるかな、チャールズ・イームズっていう人を知ってますか。知りません。知らない。ああ、知らないか。この人が、こう椅子に革命をもたらしたんですね。へー、うん、でこの人が何をしたかっつうと、これまで椅子っていうのは木だったのよ、まあ、木木製、うん、この人が出てくるまでは木 で木製の木っていうのは基本的に、足場が直角になってしまう、うんうんうん、作りとしてで、そういう椅子っていうのは、直角の椅子っていうのは要はまっすぐ圧がかかるので頑丈な木じゃないとダメじゃないですか、うん、でそういうのって針葉樹っていう、針の葉っぱの木、はいはい、針葉樹で北欧とかになると、雪が降るので、うん、曲がってなくてまっすぐの方が雪に対して面積が少ないからま、うん、っすぐ伸びる木だ、ブナの木とかそうなんですけど、うん、そういうのを使われていて頑丈でなきゃいけない、で頑丈ってことは重いで、重いから重厚でなきゃいけないっていう、うんのがあったけど、このイームズさんっていうのが出てきて、こう接地面をゴム、硬質のゴムを使うっていうことに成功したそうで、うん、でそうすると、ちょっと弾力性と、タフさ、耐久性を持ち合わせて、プラスチックとか
鉄を使えるようになったんだって。でそれであの軽い椅子っていうのが作られるようになり、もっとなんていうのかカジュアルな椅子っていうのが作られるようになって一般的になってきたっていう、まあ、そんな人がいるんですけど、僕らはですね、椅子に今無頓着なため、でも椅子業界はすごい椅子を、今も研究し続けてるんだけど、無頓着なため座り方が分からず現代病の原因になってしまっているんですね。ここでちゃんと座って仕事をするようにしましょう。そのことを伝えなかった。もうちょいさっき遊ばせてくれなかった。もうちょい遊ばせてね。意外とね時間が過ぎていったなと思った。もうちょいさっきのくだりやりたかったのに。これ最終回の一番最後にしようよ。大喜利になってきたなと思ってさ。言いたい。あ、頸椎、腰椎の話、まあいいか。いや、もうそれいい。腰椎の脊髄の話。それ椅子から繋がって？あ、そうそう。あの、腰痛になる原因っていうのは。でもあれじゃないですか、現代病、痔。痔とかもそうでしょうね。椅子じゃないですかね、なんか。でも立ってる方が実はあれらしいです。体の負担は少ない。ああ、けど今立ちデスクとかもできましたもんね。ね、スタッフあるね。あの椅子に座るようになってから腰痛っていうのが起こりやすくなってる。なるほどね。立った方がいい。楽らしいです。へー。確かに無性に立ちたくなる。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。じゃあいよいよ最終回なので、ちょっと振り返ってみたいと思うんですけども。そうやね、振り返り。最初に俺あのラジオを撮りたいと思ったのは、友達が22、23の時ですね、の時に友達がバンドやってて、でコミュニティ FM でラジオを持ったんですよ、バンドとして。でそれはギャラの出るやつで、でコミュニティ FM っていうのがその時分かんなかったから、ラジオ番組持つようになってすごいね、メジャーになったんだなと思って憧れたんですよね。でまあ、それちょっと聞いててなんか楽しそうにみんなわちゃわちゃやってるけど、内容のない話だけど、なんかすげえいいな、すごい楽しそうだなと思って、それからずっとなんかこうなんかやりたいなと思ってたんだけど、やり方が分かんないので、まあ、ずるずる来ましたと。で大人になってでモアイの連中と撮ったら楽しいだろうなと思って、でこうラジオ撮りたいなと。こうラジオ撮りたいっていうと、みんなやっぱラジオっていうメディアだから何かをこう意味のある活動をしなきゃいけないとかね、こうあの視聴者聴衆者のことを意識して価値のあるものを提供しようとか、まあ、面白いとかね、面白いとか人気になりたいとかね、とかなんかこういうの入れてくるけど、なんかちょっとそれは違うぞと、あのまあこんなこと言ったらあれだけど、聴衆者は関係ないんですよ。あの俺がやって楽しいかどうかが大事だなと。で仕事ってね、みんなやってるじゃないですか。で仕事をやってると価値のあるものをなんかやらんといけないっていうことにずっとこう、なんか追われちゃいますよね。追われてこう気を張るじゃない、でこうなんだろう、組織マネジメントとか、従業員のためが、お客さんのためがみたいなところ、なんかどっかしら入ってくると思うんですけど、全然意味のない生産性のない活動っていうのを取る、やることによってバランスが持てるなって思ったのね。バランスなのね。だその気を張らない、だ例えば飲み会に行くとか、こう遊びに、ドライブに遊びに行くとかっていうのも、多分どっかその息抜きをするところだと思うんだけど、こう公共の電波を使って意味のないことをするっていうことが、なんかこうバランスを自分も取ってるけど、もしかしたら聞いてる人も、もしかしたらそこでこんなくだらなくてもいいんだよねって思ってくれたらいいなと思って、そういう時間があってもいいってことですよね。半年間ね、欠かさずやってきましたけど、中には再放送とかね、やる人もいるんですよ。でも僕らは欠かさずやってきたわけですけど、素晴らしい。この
生産性のない活動を。すごいね、仕事のな合間ではないですけどね、仕事終わった後にね2時間喋り続けるとかね。すごいね、酒もないし。酒もない。でも酒もないっていうのは俺すごいなんか新鮮でしたよ。あ、確かにね、うん、新しい遊び方の一つです。そう、うん、どっかしらなんか年代なのかもしれないけど、何か男友達が集まって何かを話すときに、うん、お酒って必須だよねみたいな、うん、がちょっとあったりしたんだけど、なんかこのラジオを撮ってるときはそういうんじゃなくてもね、うん、楽しい楽しみ方ってあるんだなっていうのはね、ちょっと、うん、感動した、うん、それを知って。しかもちょっと一応生産性ないとはいえ、テーマをこう決めて話そうっていうやつだじゃない、うんうんうん、それに集中して話する機会ってないんだよね、日常にあんまり。そうだね、仕事はあるけど、仕事はあるけど、こういうお酒抜きでっていうのは多分ほとんどない、うん、これみんなにお勧めしたいね、うん、確かに、うん、確かにそれはなんかバランス取れるっていうのはすごく分かるような気がする、うんうん、あとなんかこれは僕の場合なんですけど、はいはい、自分が今まで生きてきてやっぱ10代とかもう10代ももっと下の時もそうだけど、20代ぐらいまでって仕事してなかったから、はいはいはい、いろんな無駄なことをやっぱりしてきたんですよね、生産性のないことを、それこそ勉強、まあ、勉強もしかしていいのかもしれないけど、うん、なんかそれをちゃんとこうなんか自分の頭で考えて喋るって、うん、体型だなんかね、うん、まとめて、うん、その体験がなんかすごい良、うん、かったなって思いますね、うんうん、なんか無駄じゃなかったとは思わないんだけど無駄ではあったが、うん、そうそう、ここでボクシング生きるかみたいな。そうそう、それはね、本当、あ、俺ってゲームめっちゃやってたんだなって、うん、ちょっと気づくとかね、めっちゃやってたね。そうそうそう、なんか何気なく自分が習慣になってた話が、うん、他の人からすると全然知らないことって多いのに結構気づかされますよね。ここに来てプロレスのことも知ったし、うんうん、週刊プロレスも見るようになったし、ボクシングも、ね、詳しくなったし、図書館にも行くようになったしね、はい、行くようになりましたか。行くようになりました、うん、なんかこう多分話したい、みんなどこかしらね、うん、話したいっていうのがあるけど、うん、こうなんかイベントにしなきゃいけないじゃない、うん、そうだね、酒を飲むとかね、うんうんうん、これはでもみんなやってなんかいいような気がする、うんうん、なんかね、こう自分の趣味とか歴史をあと考えてることとかぶつけてみるとかね、うんうん、その時ね、普段からみんなやってみたいことなんじゃないかな、うんうんうん、別に間違っててもいいですね、それで言ったら。その内容を正しく伝えようとかっていうのも、うん、なんかちょっと思うじゃないですか、分かる、ラジオとかで流そうと思うと、うんうんうん、まあいいかなって思うようにもちょっとなってきたというか、うんうんうん、いやでもそれ慣れてきたね、そういうのに、うん、そうかもしれないですね、うん、なんか本当ちゃんと調べなきゃいけないのかなって思ってたけど、うん、違うなと、うん、面白いとこだけ喋れなかったみたいな、行き当たりばったりで。そう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 、でもラジオ収録あるよ、やろうよって決めたらなんとなくちょっと準備をするじゃない、準備しますね、なんかテーマ探したりとか、うん、だからそれもいいよなと思って、うん、確かに意外と本当あれですよね、そういうことで自分が持ってる知識をあれこれちゃんと喋るために、うんうん、あ、ここ足んないとかってやるので、うんうんうん、また肉付けして、ね、そうそう、今までやってきてないことに気づきましたよ。ないですね、うん、だから自分が好きだって思ってることも実はそんなにちゃんと考えてなかったとか、そう、ね、あ、浅かった、浅かったんだなとか、もっとここ掘れるんだとか、こっちにも面白いテーマあるじゃんとか、うん、っていうのがねどんどん出てくると、うん、これは結構なんか幸せな、うんうん、学生とかに大学でこう話するじゃないですか、うん、そこは一応アカデミックな場所だって、うんうん、経済、まあ、ビジネスがどうとかっていう話をするわけですけど、どんな本読んでたんですかとか、どんな映画が好きなんですかって質問をもらうんですよ、うん、でそれに返す、返す時にちょっとないけど、うん、こう脱線した話を入れると結構盛り上がるんですよ、はいはいはい、でこう見たいみたいになるんですよ、うん、だからこう必ずしも全てが全てこう価値のあるものではなくて、うんうん、全然なんかこう本当に純粋にエンタメとして楽しんでるものっていうのを、うん、伝えてあげるのもいいのかなと思って、うん、そういう話も聞きたいしね、うん、あ、そうですね、面白い漫画の話とかもね、うん、までしてきましたけど、うん、そういうのも知りたいし、うん、みんな違いますからね、好きなものって、うん、それでなんかね、あのバレエの話もそうだけどさ、うん、あ、そんな世界もあるのねとかね、うん、っていうのはいくつも見つかるからね、うん、だからあれですね、ちょっとあのゲストとかね、うん、そうですね、ね、あの、うん、もしね続けるだったらね、なんかこの分野はこの人に聞きたいみたいなのがね、いや本当これずっと言ってたけど実現できなかったですね、うん、誰が何について詳しいか知らないから、ね、そう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 、呼びたいっていう人はいるけど、詳しいっ
ていうのがそんなに深くなくていいですよね、うん、言ったらね、うん、そうそうそう、そう 俺たちが知らんことだったのに3割知れればいい入り口が、うん、いやそれこそね、あのアイドルが好きな初めの頃に男の子の話とかね、はいはいはい、ああいうのもすげえ面白いなと思ったし、うんうん、なんか女性がね、あのほとんどゲストでいなかったんで、そうです ねちょっと話を聞いてみたいところがありますけど、ゲストって大畑さんぐらいでも初めの頃はあの撮ってたじゃないですか、ああはいはい、あの、ね、会社で、ね、そう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 、そうみんなのなんか話を聞く、うんうん、そういうのもちょっと次のフェーズですね、ね、うん、みんなの話を聞くっていうのは面白いですね、うんうん、なんか俺この話したいから出させてみたいな感じになったら、うん、だけど聴衆者は別にいいとしてですね、僕らが楽しいっていうところに話をさせてくれっていう感じになったらいいなと、うん、もう言いたくて仕方ないんで僕らが聞いてあげるよ、うん、あいやでもそれいいと思う、あいいですね新しいラジオの形かもしれない、うん、これ本当ね僕らが聴衆者だよ、そうそうそう、僕らが聴衆者だよ、3です3人聞くってで、これ後で自分のやつ聞くじゃないですか、うん、ニヤニヤして聞いてる自分がいたりするんですよ、わかる、わかる、わかるよ、わかるよこれもまた一つのなんか楽しさだったりするんですよね、わかること言ってんなとかいいこと言ってんなとかこれなんか自分の声って嫌じゃないですか、いや編集もしてるからもう散々聞くんだけど、それに慣れてくるとなんかこの本当内容にもっとこう集中できるからそう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 、まあ恥ずかしさもありもっとこれ勉強しないとなとかね、うん、まあ、刺激ですかね、うんうん、仕事だけになっちゃうとね、あれじゃないか、このラジオの新しい使い方として、うん、まあ、ラジオなのか分かんないですけど、こういう収録の新しい使い方としてもう一回自分で聞くっていう、自分のために喋るっていう、うんうん、あ、いやそれは面白いですよね、日記テープレコーダーというか、テープレコーダ ー公共の電波を使う必要はなかったっていう、まあね、でもあれですよ、そのハードルというか毎週やらなきゃっていうのはやっぱ良かったと思いますよ、うん、これがね、なくなるのはちょっと不安ですよ、うん、だから収録日を決めてで、アップ日も決めて、うん、そうしましょう、ですね、ゲストを呼んで、ゲスト呼んで、うん、10年後にね、これが続いてたらすごいですね、うん、すごいすごい2000本ぐらい、2000話ぐらいまで ね本当にその時ケットのロマチェンコはどうなってんだもう引退してるかな次の世代が出てきてるかもしれないプロレスだってすごいかもしれないよ、そうね、ね、あの時の俺たちが話したプロレスが今こんな風になってきて、そうそうそう、先取りしたねなんて話になってるかもしれない、うん、もう椅子の話がすごい話題になってるかもしれないブナの木がどうなるかこういうのなんか面白いって思ってくれる人がね、なんか増えると面白いですよね、うん、これね、本当にこう第三者を聞いてどう思うんだろうな、ね、本当にあれですもんね、まあ生産性ないですからね、この感じもう、まあね、ゼロだからねYouTube にアップしたやつ見る限りはゼロだから、ね、ゼロだからね、でもたまに本当新規登録チャンネル登録が入る、おで多分まあ聞いてくれてる、その前のやつとかを聞くと結構関係ないの、ボクシングの話の時に入る人もいれば、うん、この間は図書館の話で入る人とか、ね、ああそうなんだ、脈絡がない、うんうん、だから内容が全然なくてもいいというか、バラバラでもいいんだなと、あでもそうなんでしょうね、うん、その増やすっていうことに焦点当てると、テーマとか、うん、そうそうそう、ね、アカウントテーマでそしたらなんかなきゃいけないみたいな、楽しくないじゃないですか、そうそう、楽しくない、責任みたいになっちゃう、思い出の話はありますか、思い出、最近あもう僕はあれですよ、もう完全井上尚弥の自分の話もう、ね、もうこんなに伸びたんだと思って感動したこんなに伸びたんだ再生回数がいろんなところナンバーワンじゃないですか、ナンバーワンあれで一応ボクシングが受けると勘違いしてしまった勘違いまだ勘違いしてる漫画の回はやっぱ
何個か残ってますね。川端さん呼んだ時とかもなんだかんだみんな盛り上がってたな。漫画はやっぱちょっとね、読みたくなるしね、新しい発見があるしね、みんな見方が違ってるというか、好き好きが全然違うなっていう。確かに、俺はあの空白の5マイルの話をした時に、こうまあ、今日の今の話につながるけど、意味のないこと、なんていうの、伝えようとしないルポっていうのかな、っていうその価値を必ずしも作ろうとしなくてもいいんだっていうのがこの場で確認できたのがすごい楽しかったな。何かしらね、活動に意味を持たせようとしてしまいがちだけど、全然そんなのなくても、なんか感動したりとか、なんか心が動かされることってあるよねっていう話。確かにね、それは、その時ちょっと再認識できたかもしれない、結構ね、あの映画とかもそうなんだけど、話のこのなんていうの、どんでん返しとか、注目だけしちゃって、なんか大切なところというか、あの他に感じれるところがね、感じられなくなっちゃったりするから、まあそんなわけでいよいよ最終回になってしまいましたので、皆さんまたどこかでお会いしましょう。さよなら。さよなら。